とですね、まあこれとかね、いろんなのちょっと今日買ってきましたよ。でもですね、これはですね、本当はね、小さいやつ、こういうね、やつにしたかったんですけど、ちょっと、僕の会社の近くで、今日はですね、これ、トロピカーナの 100% たっぷりオレンジパルプ、キリンから出している商品でございます。あるものね、これ紹介するので、パソコン以外の話になっちゃうかもしれないです。はい、これはね、ご了承お願いします。何もね、まだ何も開けてない状態から紹介するわけなんですけども、ちょっとね、今日はね、遅くなっちゃって申し訳ないですね。なので、今日はね、デシドリカジルパン書いてあって、ちょっとね、横見ちゃってるんでね、ちょっとまず注いでみましょうかね。はい、ここに注いでないんだけど、はい、途中で切れてしまったんですけども、こんな感じですね。パルプがね、結構プカプカ浮いてますよね。なので、切れちゃった動画はですね、多少プツということがありますが、編集で一応やりますけども、プツっていう感じに、ね、なっちゃうかもしれない。それはね、ご了承お願いします。ではね、これを、いただきたいと思います。こんな感じで、いただきます。冷たくないんでね、冷蔵庫に、ね、入れるの忘れちゃって、そのまま、はい、これね、会社の近くで売ってたものなんですけども、美味しいですよ。これ1回目飲んでね、あ、これちょっと紹介したいなっていう商品だったんで、したんですけども、美味しいですよ、これ。なので、コンビニとかで売ってるのかな、これ。開けた後には、冷蔵庫に入れてくれという、書いてあります。はい。これもね、入れないといけないんですけども、入れる場所がなくてね、ちょっと。なので、今日はね、これをご紹介しました。なので、